1912年に取られたフォーミダブル級プリンス・オブ・ウェールズ。プリンス・オブ・ウェールズはイギリス海軍の全土級戦艦。フォーミダブル級プリンス・オブ・ウェールズと命名された6隻目のイギリス海軍艦艇。チャタム交渉で1901年3月20日に帰港。1902年3月20日浸水。1904年3月竣工。 予備艦隊に編入。1904年5月18日に収益し、地中海艦隊に編入。1905年7月29日、商船 SS イネリバンと衝突。1906年4月、高速航行試験中に、機関の爆発事故を起こし死者3名負傷者4名を出した。1912年2月、大西洋艦隊へ転属。 同年5月13日、本国艦隊へ転属。1913年6月2日、訓練中に潜水艦 C32 が、プリンス・オブ・ウェールズに衝突。1914年8月に第一次世界大戦が始まった時、プリンス・オブ・ウェールズは第五戦艦戦隊機関であった。戦隊は、ポートランドを拠点とする海峡艦隊に配属され、 イギリス海峡の紹介を行った。1914年8月25日、船体は、ポーツマス海兵大隊のベルギー、オーステンデーの移動を支援した。11月14日に、ドイツ軍のイギリス侵攻に備えて船体は、シアネスへ移ったが、12月30日には、ポートランドに戻った。1915年3月19日、プリンスオブウェールズは、 ダーダネルスへ行き、そこでの戦いに参加するよう命じられた。3月20日にポートランドを出発し、3月29日にイギリスダーダネルス戦隊に加わった。プリンスオブ・ウェールズは、1915年4月25日のオーストラリア陸軍第三旅団のガッパ・テペとアンザック・コーブへの上陸を援護をした。1915年5月22日、プリンスオブ・ウェールズは、 戦艦インプラカブル、ロンドン、クイーンと共に、アドリア海へ移され、第二派遣戦隊を編成した。これは、オーストリア・ハンガリー帝国に、戦線布告しその海軍と対峙することになった、イタリアの海軍への増援であった。5月27日にプリンス・オブ・ウェールズは、新たな基地、ターラントに到着した。 プリンス・オブ・ウェールズは1916年3月から6月まで、船体の機関を務めた。1917年2月、プリンス・オブ・ウェールズはイギリスへの機関を命じられた。イギリスに戻った後予備役となり、宿泊艦として用いられた。1920年4月12日にスクラップとして、売却。ありがとうございます。